はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なんと恋の紹介をしていきたいと思います。今画面に映っている恋の種類なんですけど、非黒竜という種類になります。クモン竜とプラチナ系光物ですね。これをかけてできる恋の種類です。うちでもですね、針分けかな、多分針分けとあと曇りというかの掛け合わせで出てますね。で、その出た非黒竜という種類なんですけども、向かって左の方がですね、曇竜今動くな、ちょっと待って、動くな、向かって右か、右が曇竜に似てるタイプですね。で、右になってこう黒っぽいやつですね。これがあの本来の非黒竜っていうタイプになります。下地にプラチナが乗ってて、上にその蜘蛛竜の墨が乗ってます。そんな感じですね。なのでこの上のやつはどっちかって崩れ、外れ品みたいな感じになるんですけど、僕は結構この恋も気に入ってます。まあ、割合両サイドね、平均的に墨が入っているんで、まあ、背中の部分がね、片方はちょっと親っぽい感じで、もう片方はあのドラゴンうねるような墨なんで、まあ、左右非対称なのでちょっと痛いっちゃ痛いんですけど、まあ、でもひょっとしたら大きくなったら親みたいに全部上半分だけ、あのだけ側線だったっけ、側線から上が全部真っ黒みたいな綺麗な感じになるかもしれないので、ちょっと今後楽しみですね。あと本の方も両サイドに綺麗にね、パンダマークみたいに墨が入ってるので、こいつはちょっと今後気になる、どういう風になるか、このまま墨が動かないのか動くのか、その辺が気になる声ですね。で、あの黒い方の本当の本来の帰国流なんですけど、この恋は正直ね、もう多分固定だと思う。墨はもう動かないんじゃないかなと思って、おそらくこのまんま維持なので、そういう変化を楽しむという意味ではもうあまりないのかもしれません。まあこの辺もね、ちょっと見ていかないとわからないんですけど、なんか墨が練るとかそういう感じじゃないですよね。もう、なんて言うんだろうな。霧吹きでこう吹いたような墨が、ぶわっと全体に出てるような感じなんで。ちょっと面白みには欠ける。で、左のちょっと苦悶流崩れの方はこれから変化がいろいろね。水温の変化とか、成長過程で、おそらく墨が変化するんで。こっちは長く楽しめるんじゃないのかな、と思います。はい。今日はこんな感じですね。簡単に。恋の紹介をしてみました。恋もね、今いろんな種類が出てきてるんですけども、まあ人気のある恋ってのはやっぱり三毛と呼ばれるね、赤と墨が入ったような恋と白か紅白系ですね、が種類になってるんで、まあこの恋を見て綺麗っていう人はまあ少ないと思うんですけど、まあちょっとマニアックな部類なんで、興味のある人はですね、こういった恋も調べてみてください。それじゃまた。バイバイ。